皆さんこんにちは。これからフル政権4週3000番号へ書き、うみちゃんです。今日は手抜き工事が発覚した話です。今全顔ダウンタイム1日目で撮影してます。先に出してる関連動画に関してはこちらになります。皆さんは修正の相談に行った先で効いてない異物を入れられたりとか、手術すらされてなかったことが分かったことってありませんか？例えばヒアルロン酸とか溶けない謎の注入物入れられてたとかよく聞きますよね。私自身もこちらの動画でお話ししてる鼻整形2回目の時に韓国でやったら、この骨切り幅寄せがちゃちゃっとしか削られてないことが CT で発覚しました。今回は眼窩縁削りという目の周りの骨を削ったので CT 撮ったんですけど、いろいろ発覚してしまってものすごいショック受けてます。今後整形予定の皆さんが事前にカウンセル確認しておくべきことのヒントにもつながると思うので、ぜひ最後まで見てください。項目は1、ピンの位置がやばい、2、切断されてない、3、取り残しがありすぎる。こちら3つになります。で、皆さんも自分もこんな経験したとかあれば、ぜひコメントに書いて情報共有してください。それでは、手抜き工事が発覚した話、スタートです。1、ピンの位置がやばい。頬骨縮小の時に、出てる頬骨を切って、中に折り込んで固定するんですけど、ここに。その固定のチタンピンの位置が、今から削ろうとしてる、この眼窩縁までかかってました。で、私はピンを除去しない派だったんですけど、除去しないと削れないから、もうここの頬のところだけピンを除去しました。そのせいで20万円も追加でかかってしまいました。だったらもうついでにこの両顎のやつも全部取りたいってなったんですけど、それはもう口の中からしか取れないということで無理でした。今後、頬骨や眼窩縁の手術を考えている方は、ピンの位置を確認した方がいいです。で、ちなみに取り出したピンがこれなんですけど、何気に厚みあると思いませんか？で、こんなのが目の下ギリギリにあったら、それはなんか頬肉で埋まって奥目加速して見えるよねって思いました。よく SNS でピンを除去した方が一回り顔小さくなったとか言ってるの聞いて、まあ、ちょっとさすがに大げさじゃないかって思ってたんですけど、このピン見たら、まあ、残ってるピンも取りたいなってちょっと思いました。この辺いっぱいあるんで。2、切断されてない。1番で頬骨縮小は切断して中に折り込むって言ったじゃないですか。の切断した形跡がないって言われたんですよ。で、まあここ出てるじゃん、これもっと縮小できたよねって言われました。もう私それ聞いた瞬間ショックでショックで、でその理由っていうのが、その執刀医が顔の真ん中をだるま落としして短く小さくする骨切り整形の両顎手術の執刀医と同じで、もうめちゃくちゃ信頼してて感謝した先生なんですよ。1回目の頬骨縮小の時に別の先生に、もともと頬骨全面削ってて骨が薄いからボルトで留める時にひび言われるかもしれない、安全をとって削るだけでいいって、なんかちょっとチキられちゃって縮小できてなかったっていうのを両顎の先生に相談した時に、いやいや、もしひび割れてたらセメントで再建もできるから大丈夫って、しっかり縮小しますとのことで、まあ、お任せしたので、実際中開いた時に縮小するのは危険だなと思ったのか知らないんですけど、まあ、こうやってこっちがわからないと思って手術がちゃんと遂行されずに料金取られてるっていうのはおかしいし、本当に大満足したってもうあらゆる動画で言ってる先生だったので、もうちょっとショックでした。ちなみに日本の先生です。で、今回のこの先生に縮小してってもう頼んだんですけど、まあもともと眼窩縁削りの予定だけだったので、まあこのサイドまで結構広範囲に最大限削るからって。もう頬骨のこの縮小を追加すると値段も100万円ぐらいさらに追加されるからって言ってなだめられました。3、取り残しがありすぎる。メーラーファット今回3回目なんですけど、私結構顔にお肉つくタイプで、なんか入れてる？若さの象徴で羨ましいとか言われたりとかするんですけど、私は上戸彩ちゃんとか足立由美ちゃんみたいなつるんとした輪郭が好きなんですよ。だからもう毎回全力でメーラーファット取ってくれって言ってるんですけど、全然残ってるって言われたので今回やりました。で、手術終わってからも、本当に3回目って聞かれるぐらい残ってたそうです。ちなみに、1回目韓国、2回目日本でやってます。まあ、ここって、わざわざ脂肪とか何かを注入して、若返りを図ろうとする人も多い箇所なので、まあ、躊躇してしまうのかもしれないけど、こっちはそれも理解した上で要望してるので、本当に替え玉になってしまって、今までの嫉妬を恨んでます。はい、以上になります。
整形の知識が増えるだけでなく、オフ会や稼ぐ力が身につく女性が輝けるオンラインサロン始めました。概要欄にリンク貼ってます。Twitter と Instagram は毎日更新してるのでフォローお願いします。インスタではライブやストーリーで質問返しもやってます。Twitter と Instagram では一応嫉妬など個別対応は受け付けてはいますが、詳細はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。公式 LINE では毎日有益動画配信中です。こちらの動画もよかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、今後企画にしてほしいものや感想なんでもコメントお願いします。見てくださってありがとうございました。またね。